コンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道とともに世界へ、スポーツによる地域活性を目指す北海道コンサドーレ札幌。この番組では北海道コンサドーレ札幌の三上弘克 GM がラジオを通じてサポーターの皆さんや地域の皆さんの質問にお答えしていきます。今サポーターに伝えたいこと、話したいこと、呼びかけたいこと、三上 GM が本音で語り尽くすコンサ三上 GM のグレートビクトリー。今回はどんなお話が聞けるんでしょうか。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りします。皆さんおはようございます。三角山放送局、山形翼です。今週もスタートしましたコンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道コンサドーレ札幌、三上弘克 GM とともにお送りします。三上さん、おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、今日は電話つなぎで、三上さんとお送りしていきますコンサ GV ですが、まずはクラブの情報ということで、前回番組でもご案内しました、現在開催中のクラウドファンディング北海道まるっと応援プロジェクト2023、こちらの支援募集がちょうどこの放送日の翌日10月6日金曜日午後11時までと、なっておりますので、改めて三上さんの方から今回のこのクラウドファンディング、どんな目的でっていうところをおさらいしてもいいですか。そうですね、はい、ありがとうございます。以前もね、この番組でお伝えさせていただいた通り、まず北海道を元気にしたいっていう思いの中からこのプロジェクトが始まってですね、数年前から皆さんに協力を得て、非常にパートナー企業の方から もこう喜ばんでいただいている一つの企画でした。で、今年からね、これをさらに、まあ、バージョンアップしてですね、よりその北海道というところで言った場合に、観光、自然、暮らし、食、この4つのカテゴリーっていうものを分けた中で、さらなるこの支援をいただいた中で、それらのものを発信していきましょうというようなことで、今回取り組みをさせていただいてますので、この北海道をまず活気あるね、元気なものにしていく一つの一端になれればなというふうに思ってますので、ぜひご協力いただければと思います。はい、これはもうコンサドーレ応援する方皆に、見て応援していただきたいプロジェクトになっているので、これ北海道の方向けということでなくて、もうコンサドーレという冠の下で全国世界にいらっしゃるサポーターの皆さんに届けたいという、はい、そんなクラウドファンディングが明日、改めてお伝えしますが、支援募集締め切りが10月の6日金曜日の午後11時までとなっております。さて、ここからは直近の試合のまず振り返りからしていきたいと思います。前節9月30日土曜日、はい、J1 リーグ第29節柏レイソル戦、ホーム札幌ドームで行われた試合、結果は1対2での敗戦となりました。まずは三上さんの方から、この結果の振り返りをお願いします。はい、まあそうですね、1対2、残念なこう結果で終わってしまったっていうことがまず一番印象深い感じですね。で、内容的にはですね、本当今できるこうメンバーの中で、しっかりとこうコンセプトを持ってこうやっていったんですけども、まあ、残念ながら、我々 そのアクションを起こすという中で その自分たちのこうミスからね、失点を招いてしまったっていうことは実際あったと思うんですけども、でもここのやっぱトライはやっぱ続けなければいけないって思っています、クラブとしては。そういった中でしっかりとしたそのミスというものを少しでも減らす、そもそもサッカーというのはミスのスポーツで、そのミスをどれだけカバーできるかっていうことをもっともっと突き詰めた方がいいなと思ってるんですね、はい、なのでトライすることを少し躊躇する、やめるという選択肢ではなく、そもそもがミスのスポーツだっていう認識のもと、トライをしながらでもそのミスをみんなでカバーする、そういったものをもっともっとやってい、かなければいけないっていうふうに率直にこう思ったゲームでした、はい、で、まあ、1点ね、返して、そこから
10分の戦い方っていうのにちょっと僕自身としては反省を感じていて、あの雰囲気で、0対2っていう かなり厳しい中から、はい、後半立ち上がりで一つ取れれば流れは変えれるんじゃないかっていう中でね、はい、迎えていったこう後半戦の中で一つなんとか、まあ、取ったと、うんうん、それで会場の雰囲気もこう一瞬やっぱりこう変わったと思うんですよ、はい、でその中で傘をかけてですね、やっぱり同点勝ち越しっていうところにこう持っていくためのところまでこう持っていけなかったっていうところにこうちょっと反省点を課題感をちょっと感じたっていうのが僕自身のまず見方だったので、はい、まあ、そのことに関しては今チームちょっとオフの方に入ってますけども、オフ前のミーティング等々では監督スタッフ選手にちょっと伝えさせてもらい、それに対してはオフ明けね、改めてもう一回話し合いをし、そこに向けた改善をしていこうと、具体的な改善策等々をみんなで話し合っていこうというところで、今終えております、はい、累積怪我人等々、または今馬場が代表活動等々でチームを離れてるっていうようなことがあって、はい、なかなかこの思うようなメンバー構成はできないっていう状況で、難しかったのは本当難しい状況だったと思ってます、うん、はい、ただ以前この試合前のね、こちらの番組でも話をさせてもらいましたけども、はい、それも含めてやっぱりそのチームの力としてね、逆に新しい選手もしくは新しいポジション、うん、役割、そういったものを与えられた中でこのゲームはこなさなければいけないなっていうことはこう理解してた中での状況だったので、はい、まあそれをしっかりとね、こうやれてた部分やれなかった部分っていうのがあって、結果的には勝てなかったっていうところでやれきれてなかった部分が多かったのかなっていうふうにこう思ってるんですけども、はい、まあ、そもそもある程度、まあ、ちょっと怪我人累積のところは読み切れないところはあるんですけども、シーズンをこう通していくと大体その累積っていうのが今こういう形でこの選手がこういうタイミングになるから、もしかしたらこの選手とこの選手が同じタイミングでいなくなるかもしれないなとか、うん、今馬場誠也のようにその代表っていうものはもしかしたらこの選手選ばれるかもしれないな、はい、この時期にっていうシミュレーションは以前からこうしてた中で、確かに今回本当に厳しい状況だったんですけども、はい、ある程度それもこう理解した中でここまでこうチーム作りだとか編成だとかいうことも含め現場とも話をしてやってきた中でやってきたので、なんとかこれをやっぱり乗り切りたかったな、結果を出したかったなっていうのは正直な気持ちでありますけども、結果柏戦は1対2での敗戦となりました。こちらのゲームについてビクトリーメッセージをいただいているのでご紹介したいと思います。ビクトリーネーム、はい、シオンさんからです。お願いします。最低限自力残留は近いうちに達成しましょう。最悪降格もあり得る立ち位置なのはクラブ側、そして選手たちもしっかり自覚しているのでしょうか、とメッセージをいただいておりました。はい、自力でのその残留というものはしっかりとやっぱり決めなきゃいけないっていうふうに思ってます。一方で、まあ、今この立ち位置この成績で大きいことは言えないとは思ってるんですけども、チームとして本当残留が目的、うん、これは最低限の目的であって、はい、本来の目指すとこっていうところとはまた違うところなので、ただ一方で現実的にまずはその最低限のものをしなければいけないっていうふうには本当に思っています。一方で、まあ、同じようなこのメッセージの中で、まあ、最悪降格もあり得る立ち位置っていうところで言うと、非常にその危機感は常に持っています。これは、まあ、いつも選手等々スタッフにも話をしますけども、 J1 という、まあ、18クラブの中でクラブ規模で言うとまだ13番目14番目なのは本当現実なんですね、はい、その観点から言った場合には本当にいつその降格っていうことがあってもおかしくない、うん、そういった自分たちの立ち位置なんだっていうことはまず前提として理解した中でトップ10を目指していこう、トップ5を目指していこうっていうまず考え方をしてますので、はい、そういった意味で言うと常にその危機感っていうものは持たさせてもらっています、うん、ただね、サポーターの方を含めてどういうふうにそれが見えているのかいうところはそれぞれの視点等々があると思ってますので、はい、しっかりとそういった声だとかいうものは僕らはきちんと聞いていかなければいけないっていうふうに思っています。
現在順位表を見るとこの札幌のそうで前後かなり詰まっている状況で、1試合でこれ順位、三上さんかなり変動する位置ですね今の。はい、そうですね、うん、残りのこの5試合で一つでも上の順位を目指して、はい、はい、トップ10を目指す戦いを我々サポーターは今はもう願うのみです。はい、次節以降の話題に行きましょう。次はリーグ戦一時札幌は、中断少しね空きます。10月の21日土曜日14時キックオフ J1 リーグ第30節横浜 F マリノス戦、こちらはアウェーゲームになるんですけど、ここまでだいたい2週間近く次の試合まで空きますね。はい、そうですね、はい、2週間のチームスケジュールって今どんな感じなんでしょう。はい、まず今5日まで選手の方は1回休息ということでオフを与えています。はい、6日から改めてこの21日のゲームに向けてですね、チームの方を指導立ち上げをしていって、はい、残り5試合に対する戦い方ということをもう一度こう徹底していきたいなということと、はい、まあ、この時期に少しずつ怪我人も当然戻ってきますし、はい、サスペンデッド等々で前節出れなかった選手も当然戻ってきますし、一方で、まあこの最初の立ち上げのところでは難しいですけども、数日中にはそのパワーセイヤーの方もチームにまた再合流する予定ですので、はい、しっかりと一つのこう意図を持ってね、残りゲームをこう戦えるような準備をしていくというような期間にあった、していきたいというふうに思ってますし、はい、まあ、最低限やはりそのホームゲーム、まあ、残り5試合のうち3試合ですか、まだホームゲームがありますので、やっぱりこのホームゲームで勝つっていうことが自力での残留を決めることにも当然つながると思ってますし、一つでも順位を上げていくことにも当然なっていくっていうふうに思ってますので、はい、当然全部の試合、全ての試合に、勝ちに行くっていうことを重きを置きつつも、やはりホームでね、どう勝って勝ち点を得ていくのかっていうことにも重点的に取り組んだ準備をしていくというような期間になるかと思ってます。こんな意見が届いているのでご紹介したいと思います。ビクトリーネームドレミファさん、オフの期間サポーターズ集会のようなものをクラブ側から実施していただけないでしょうかという、今三上さんがおっしゃっていた意図を持って戦うチームとしてどんなことを考えてこの後残り5試合を戦っていくのかっていうところをサポーターにも伝えて、まあ、この番組もその役割を持ってるんですけども、それ以外で何か場を設けてもらえないでしょうかっていうリクエストのメッセージなんですけども、まずそういう声があるっていうことは今の、あのメッセージも含めて認識させてもらいましたと。でじゃあ、あとどういう方法でね、そういうことをやっていければいいのかなっていうことをこう今考えなきゃいけないなと思って今のメッセージを聞かさせていただいてました、はい、ただいずれにせよ何らかの話を聞きたい、確認したいっていうことではあると思っているので、いずれにせよその話す場っていうものをなんとかこう作っていきたいなと思います、はい、我々サポーターとしてできるところっていうのが応援すること、ただその応援するチームの今どういう思いで選手たちクラブは戦っているのかっていうところがもう少し具体的に知りたい、見たいっていう、これ切実な願いだと、思いだと。残りリーグ戦5試合、シーズンの目標として一つでも上の順位を目指すために我々サポーターも何ができるのかって、三上さんこれもうね日々サポーター考えてます。ありがたいことです本当に、そのためにも何か思いを一つしっかり軸を持ってこの先応援できればなということで、サポーターからのメッセージ、ご紹介していきました。はい、はい、次節10月21日ということでまだ、この番組も残りね試合前まであと2回放送が残っているので、はい、このマリノス戦についての展望は近くなった放送で改めて伺いたいと思いますけども、はい、今一度現時点で
このリーグ第29節を終えた時点で三上さんからサポーターに向けてコメントをいただければなと思います。まず現時点で本当我々が思い描いていた目標、トップ10からトップ5に入っていくっていう、特にトップ5っていうところにかなり開きが出てきてしまったなっていうふうに思っています。ただそういった中で、我々が今目指さなければいけないっていうことは、しっかりとしたやはりその北海道コンサドーレ札幌としてのスタイルを構築していき、そのスタイルを継続していくっていうことでもあると思ってます。これがそうですね、他のクラブとのいろんな意味での差別化になっていって、それが北海道としてのアイデンティティっていう形にも僕はなっていくんじゃないかって信じています。なのでそれを一つ一つ実直にですね、トライをしていきたいっていうふうに思ってます。見ているサポーターの方からすると非常に不安な部分だとか、一方では不満な部分もあると思ってます。ただそういう思いでね、やっていこうというふうに思ってますので、その中でしっかりと先ほど言ったように残り5ゲーム、そして特にホームゲームのですね、3試合において結果を出せれるようにやっていきたいというふうに思ってますので、また皆さん方といろいろな形でコミュニケーションを取らさせていただければなというふうに思ってます。よろしくお願いいたします。残り5試合に向けて我々クラブ一丸となって戦う姿勢を今一度ね考える期間にして、次節10月21日土曜日に向かっていきましょう。番組ではコンサドーレ YouTube チャンネル、コンサドーレ TV、 さらには各種ポッドキャストサービスでも配信中です。今週はこの辺で。北海道コンサドーレ札幌の三上弘和と、進行は三角山放送局山形翼でお送りしました。今週もありがとうございました。ありがとうございました。白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。番組では三上 GM 宛ての質問、メッセージを募集しています。メールアドレスはリクエスト@山.co.jp、 XQTwitter はハッシュタグコンサ GV までどうぞ。コンサ三上 GM のグレートビクトリー、次回もどうぞお楽しみに。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りしました。